おじさんもこっち来なよ。ほう？そういうことしたくて私のこと連れ帰ったんでしょ。俺の名は清。さっき仕事が終わって今は東横を歩いている。この辺最近幼い子増えたよな。あの子なんて中学生くらいじゃないのか。昔は18ぐらいの子が多かったのにね。東横には昔からキッズがいた。ハッシュタグ自撮り界隈のオフ会の待ち合わせ場所に指定されていたからだ。それが今では待ち合わせ場所ではなく家出少女や夜遊び少年の集会所になっている。ご丁寧にハッシュタグ東横と自撮りのツイートを添えてだ。あけすけな環境だからこそ悪い大人も寄ってくる。ストゼロストローとか正気か。関わらないようにしよう。お嬢ちゃん、このツイートの子。そうだけど何？いや、寂しそうだったから。よかったらおじさんの家来ない？いや、そういうんじゃないんで。いいからいいから、ご飯もあるさ。ちょ、すみません、うちの妹が何かありましたか？いや、別に。大丈夫？急に割って入ってきてキモ。お前家出してるんだろ、よかったらうち来るか？正気？私未成年だよ。別に何にもしねえよ。むしろこんなとこいたら危ないだろ。後悔しても知らないから。本当に連れ帰ってきてしまった。これって未成年誘拐か。でも大丈夫だよな、手を出すわけじゃないんだし。いや待て、つつもたせの可能性も。お風呂借りるよ。あ、おお。まあ、いいや、考えないようにしよう。またまたコンカフェで働いてて、ああ、シュキピのためにね。シュキピ？好きな人って意味。この子はおしゃべりだった。コンカフェで働いていて、推しと呼ばれるホストに貢いでいたらしい。お金がなくホストを押せなくなり、同じ苦悩を抱えている子がいる東横に足を運んでいたそうだ。ちなみに親は新ママで、ホストに行くお小遣いもないとのことだ。推しのために働く私、エモくてかっこいいでしょ。そうだな。さて、おじさんもこっち来なよ。ほう？そういうことしたくて私のこと連れ帰ったんでしょ。大丈夫だよ、私口固いし、助けてもらった恩もあるしね。ただでいいよ。ふざけたこと言ってないで早く寝ろ。あ、せっかくこっちから歩み寄ってやったのに。うざ。うう、連れて帰ってくるんじゃなかった。その時だった。なんだ。つむぎ、そこにいるんでしょ、開けなさい。お母さん。つむぎ、誰この人は。おじさん、私が寒空の下にいるところを助けてくれたの。ふん、大方下心満載で近寄ったんでしょ。そんなことないよ、おじさんは私に手も触れてないし。あんまり失礼なこと言わないで。つむぎちゃん、元はといえば、あんたが深夜に徘徊するのがいけないんでしょ。どうしてこんな子に育ったのよ。あんたは恥を産まなければよかった。そんな言い方ないでしょう。それとあなた、警察に電話させてもらいますからね。するならしろよ。何開き直ってるのよ。こんな幼い子をこんな時間までほつき歩かせて何を言ってるんだ。そういうのは、まずは親の責務を果たしてから言えよ。母親の気苦労も知らないで。私が夜働かないで誰がこの子を養うのよ。みんなもん知るか。だけど子供が徘徊してたら何かしらの原因がある。
もしかしたらそれが深刻な悩みかもしれない。どんなに気苦労があっても親らしく心に寄り添ってやるくらいはできるだろう。おじさん、警察に行くなら行ってやるよ。本当に何もしてないみたいですね。当たり前だろ、未成年だぞ。それにあんな寒空の下で凍えてるなんてかわいそうだ。考えはよくわかりました。それに本人の同意があったこともわかっています。なら早く解放してくれ。そうはいきません。は？親や本人の同意があっても未成年者回収は成立しうるからです。回収？未成年者を回収、あるいは略取することです。未成年者回収は未成年者の自由だけでなく保護者の監護権も含まれます。そのためこれらの法益を害する場合には本罪が成立するんです。つまり俺は親の権利を奪ったから逮捕されるってこと？はい、お気の毒ですが。ちなみに刑罰は？この法律を犯した場合の刑罰は3ヶ月以上7年以下の懲役と規定されています。まさかこんなことになるなんて。その後俺は無事会社をクビになった。まさかあんたが未成年家に連れ込んで逮捕されるなんてね。俺も驚いてる。それと朗報、知ってるかもしれないけど、あの後トー横一斉摘発されたらしいわよ。よかったわね、犯罪の温床を一つ潰せたじゃない。その後俺は検察から情状酌量の余地ありと判断されたのだろうか。起訴になり留置所を出所した。おらいおらい。ふぅ、つむぎちゃん大丈夫かな。警察がトー横を摘発したのは大きな成果だ。だがキッズたちの闇は癒えていない。つい先日ホームレス男性をトー横キッズたちが襲い死亡させる痛ましい事件が起こった。場所を摘発しても彼らがまたすぐに同じ場所に集まるのは明白だ。一刻も早く事態の改善を試みるべきだろう。明日の話題は見つかりましたか？まだ見つかってないという人は他の動画も見に行った方がいいですね。悪いのは場所ではなく、その場所をそんな風にしてしまった人間が原因ですからね。その原因を根本から解決しないと本当の意味での安寧は訪れないのでしょう。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションはマイでした。それでは。